皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週の BMSG のスケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が先週1週間の最新情報を振り返り、2つ目が BMSG スケジュール、3つ目が BMSG アーティスト出演予定ライブの情報をまとめです。 この動画は b ー,ーストとマーゼル以外の BMSG アーティストのスケジュールやライブ出演情報のまとめです。b ー,ーストのスケジュールは毎週月曜日に配信中です。マーゼルのスケジュールも新しい情報が出次第随時配信しています。b ー,ーストとマーゼルの最新スケジュールについては概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからご確認ください。 はい。では一つ目。先週一週間の最新情報を振り返りです。昨夜突如として、業界関係者の方が追悼されて、騒然となったんですけれども、BMSG 主催のグリーティングギャザリングというものが開催されたようです。こちらは一般には公開されていない音楽業界の関係者の方向けだったようですが、なんとそのイベントに、 スカイハイ、ビーファースト、マーゼル、ノベルコア、アイルザ・ショータ、エディー・ボーイ、レイコが出演したということです。いや、オールスターですね。もう、これ BMSG のオールスターですよね。トレイニーであるルイ・タイキカノンくん、この3人以外は全てこの場でお披露目されたということになりますよね。これがどういうイベントだったのかという詳しいことはまだ明かされていませんけれども、 まあ想像するにはおそらくマーゼルやそしてレイちゃんのお披露目といったイベントだったんでしょうか。いずれにせよ BMSG がここからまた一つギアを上げて進んでいきそうなそんな予感がするこのイベントの開催情報ですね。今後私たちに向けてこの情報が少しリリースされることがあるのかないのかわかりませんけれども、もうもはや BMSG フェスと言っても過言ではないこの豪華な イベントについて、願わくば少しだけでも知りたいなと思ってしまいますね。本当に今後がまた楽しみになるこの情報でした。続きまして各アーティストの情報ですが、まずスカイハイさんですね。インターネットの記事、ダイヤモンドオンラインにて、経営者スカイハイが語る承認欲求から遠いものほどうまくいくという記事が公開されています。 アイルザ・ショタさん4月1日22時から FM802 で放送されましたラウンドテーブルウィ with というラジオ番組にゲスト出演されました。新しく始まったラジオ番組の第1回目のゲストがアイルザ・ショタさんだったようですね。こちらまだラジコでお聴きいただけます。エディーボーイもラジオの出演がありました。 NHKFM で4月3日21時45分から放送されましたミュージックラインにゲスト出演しました。こちらのラジオはラジコではなくて NHK ラジオラジルラジルで配信中です。そしてレイちゃんです。レイちゃんが BFQ さんの YouTube チャンネルでレイココラボ祭り第2弾が配信されています。 第2弾本編の動画と裏側の動画の2本が公開されています。先週は第1弾も公開されていますので、そちらもご覧になっていない方はぜひ合わせてご覧になってみてください。そして、大機の新たなラップの動画が公開されたんですけれども、個人的にこれがめちゃくちゃかっこよかったので、ぜひご紹介したいなと思ってお話しさせていただきます。 コア君のインスタグラムなども合わせて考えていくと、おそらく大輝はアベマ TV で放送されているバズーカという番組の中の高校生ラップ選手権に年齢の関係で出ることができなかったということなのかなというふうに推測をしています。出演したかったけれどもできなかった気持ちを大輝がこのラップ動画にぶつけてくれているんですけれども、いや、本当にかっこいいんですね、これが。 まずやっぱり2年前から比べると、見た目もとっても大人になってかっこよくなってますし、何よりラップスキルが本当にすごいですね。詳しいことは全然わからない私にも、いや、これはすごいと思わせてくれる待機のテクニックが本当にすごいなと思いましたので、ぜひこちらも概要欄のリンクからご覧になってみてください。はい、続きまして2つ目、今週の BMSG スケジュールです。4月5日水曜日。 12時からノベルコアアイコンツアー2023のチケットが発売となります。こちら一般受付で先着順となりますのでお気をつけください。18時からファイ5にてキラスタに19時台にエディーボーイが生出演します。20時から Hulu にてダンク Hulu 特別版の第5話が配信開始となります。24時58分まで ティーバーと日テレただにてダンクショーケース60分スペシャルが配信終了となります。4月6日木曜日19時から FM 横浜プライムタイム19時台にエディーボーイが生出演します。22時まででチケット締め切りとなるのがプレイスオブメロ e オーガナイズドバイアイルザショータです。4月7日金曜日19時から プレイスオブメローオーガナイズドバイアイルザショータが大阪の震災橋ビッグキャットで開催されます。こちら私が見た時点ではまだチケットを購入することができそうでしたので気になる方はぜひチェックされてみてください。そして23時59分まで Hulu ストアでダンクショーケース d a y 2が配信終了となります。 27時15分からテレビ東京にてノベルコア君が出演しました超音波ビビビソニックの様子が放送されます。4月8日土曜日、19時からフールストアにてダンクショーケースデイ1の配信が始まります。見逃し配信は4月21日まで、料金は4800円です。23時から J-Wave にてスカイハイさんの d i v トゥーザニューワールドです。25時29分まで TVer にてスカイハイさんが出演されました0年0組あぶちゃんの教室が配信終了となります。後日 YouTube でも配信があると思います。4月9日日曜日19時から Hulu Store にてダンクショーケース Day3 が配信開始となります。 見逃し配信は4月22日までです。料金は4800円です。23時59分まででチケット締め切りとなるのが、ラブシュプリームジャズフェスティバルジャパン2023プレイガイド先着先行分です。 現時点ではスカイハイさんとアイル・ザ・翔太さんとレイちゃんの出演が発表されていますが、それ以外にも BMSG から And More という表記になっていますので、他のアーティストも出演する可能性があります。24時から FM802 でスカイハイさんの Dive to the New World です。4月10日月曜日、23時まで NHK ラジオラジルラジルにて、 エディーボーイが出演しましたミュージックラインの配信が終了となります。4月11日火曜日は現時点では特にありません。4月12日18時まで、ノベルコアくんが出演します神戸コレクションのチケットが締め切りとなります。20時から Hulu にて、ダンク Hulu 特別版の第6話が配信開始となります。はい、今週のスケジュールは以上です。 続きまして、BMSG アーティスト出演予定ライブの情報です。緑色でアンダーラインを引いているのが新着情報になりますので、そちらを中心にお話ししていきたいと思いますが、まず一番上、4月7日金曜日、プレイスオブメロー e l o n Organized by I'll こちら先ほどもお話ししましたが、現時点でまだチケットを購入することができそうなので、気になる方はぜひチェックされてみてください。 続いて4月30日日曜日、スカイハイさんが出演するウナフェス2023。こちらのチケットが4月29日まで一般販売中です。そして4月30日、アイルザ・ショータさん出演のエリアディップ23 in 東京、ゼップ新宿で開催されますが、こちらの出演が発表されました。チケットは4月29日まで一般販売中です。 続きまして、一番下、5月5日金曜日、ジャパンジャム2023。こちらのチケット、先着順で一般販売中ですが、入場時間によってチケットが分かれていまして、早い時間の入場時間に関しては、完売の時間帯も出てきているようなので、ご検討中の方はお早めにお手続きください。こちらのページに関しては、特に新着情報はありませんが、 先ほどお伝えしました通り、ノベルコア君のアイコンツアー2023が本日12時から先着順で一般受付が開始となっています。それ以外の情報を確認されたい方は各自でご覧になってください。こちら3枚目の情報についても同じくですね、特に新着情報は今日の時点ではありません。 はい。ということで、ここまで BMSG のスケジュールやライブ情報などをご紹介してきました。ミッションミッションが終わって、マーゼルがプレデビューをして本格的に動き始めると同時に、カノンくんのトレーニー所属なども発表されまして、また全体的に BMSG が盛り上がってきているなという感じがしますし、特にここに来てトレーニーたちの活動が私たちの目に届くところになってきたというのが本当に嬉しいなと思います。 ルイも大輝もこれから高校生ということでおそらく今週あたりには入学式なんでしょうからまた高校生活も楽しんでほしいなと思いますし先ほどご紹介した大輝のラップの動画やそれから先日ご紹介しましたソー太と BMSG トレーニー3人ルイ、大輝カのンくんが踊る動画というのを見ていると本当にルイや大輝も知らぬ間にまた。 とんでもない進化を遂げているなということがわかりますので、この二人の姿をまた本格的に見ることができるのもとっても楽しみです。はい、以上です。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。